ハロルド・コールは、イギリス出身の軍人。ハリー・コール、ポール・コールの名でも知られる。第二次世界大戦中、イギリス軍人として、フレンチ・レジスタンスの援護に従事していたが、後に、ナチス・ドイツ側へと寝返った。彼の行動は連合国軍に少なからぬ損害を与えたとされ、大戦における最悪の裏切り者とも称された。終戦後、彼を逮捕しようと駆けつけた。 フランス側関係に抵抗し、射殺された。1906年、東ロンドンの貧民街に手生を受ける。10代の頃には、強盗、横領、手形詐欺などの軽犯罪を重ねており、第二次世界大戦勃発までに何度か、イギリス国内の刑務所に収監された。1939年9月、景気短縮を受け釈放された後、過去の犯罪歴を隠して、 イギリス陸軍に入隊した。陛下は、公平で、配属先は、第四不評師団第18夜戦兵団中隊だった。1939年末、イギリス海外派遣軍の一員として、フランスに派遣され、ロアゾンスランスに駐屯する。フランス勤務中には軍曹へと昇進している。1940年5月、貸館食堂から金品を盗んだため、餌装に入れられる。 そのため、フランス降伏の際に撤退から取り残されてしまい、コールは侵中してきたドイツ軍の捕虜となった。しかし、その直後にコールは黒いプジョー202を盗んで脱走を遂げた。逃亡先のリールでは、地元の闇市場に顔を出しており、自分はスコットランドヤードの元刑事で、今はイギリス情報部の隊員として活動しているなどと身分を偽っていた。 その後、マルセイユに移ると、フレンチレジスタンスのために逃走経路及び隠れ家の確保、連絡員、書類偽装といった仕事を手掛けるようになった。この時期には、ポール・コール隊員を自称していたが、メイソン、ロック、コーサー、デローベル、アンダーソン、デラム、ゴド・フリーなどの偽名も用いた。コールは、上流階級の優雅な英国紳士風の振る舞いを、好み、プラスフォーを吐き、 ポマードで髪を撫でつけ、短く切り揃えた口ひげを生やしていた。彼が担当していた抵抗運動への支援工作は特殊作戦執行部の全面的な援護を受けていた。1941年、コールはベルギー出身の抵抗運動指導者、アルベール・ゲイリスと対立することとなった。ゲイリスは連合国軍の兵士がジブラルタルへ向かうために使用した。 パットラインという逃走経路の運用担当者だった。ゲイリスはコールが活動資金を横領しているものと疑っており、ソエがコールの身分を保証する旨を伝えてきても信用しようとはしなかった。そのため部下にコールを監視させ、彼が活動資金を盗み出し、ナイトクラブや高級レストランに入り浸って上流階級の生活を送ることに、 注ぎ込んでいたという証拠を集めていたのである。こうして、幹部らが処分を決定するまでコールは監禁されることとなったが、幹部らが実行の末に処刑を決断した頃には、コールはすでに窓をこじ開けて、脱走を遂げていた。脱走後、コールはゲシュタポに実施した。抵抗運動メンバーの氏名及び住所を、記録したおよそ30ページもの名簿を、ドイツ側に提出した後、 コールは、新鋭隊保安部のエージェントとなり、国家保安本部との共同のもと、抵抗運動メンバーの逮捕や彼自身が、かつて運用に関与していた、逃走経路の摘発に参加した。コールは、パリ保守王通り84番地の SD 支局に、配属され、イアン・ガローやゲイリスといった大物幹部を、次々と告発した。抵抗運動メンバーの逮捕時、 しばしばコールもその場に居合わせていた。ドイツ側の治安部隊はコールも他のメンバーと同様に逮捕していたので彼の寝返りに気づく者はいなかったという。コールは少なくとも150人の抵抗運動メンバーを告発したと言われており、そのうち50人がゲシュタポによって処刑された。ドイツのエージェントとなった後、しばらくするとコールは自らが好む古いやり方に回帰した。 彼はフランス人女性と結婚したが、彼女が流産するとすぐに離婚した。他に複数の愛人もあった。イギリスに帰国した後に必ず返済するなどとと言いくるめ、愛人から貯金を騙し取ったこともあった。1944年、連合国軍による解放直前にパリを脱出する。終戦後の1945年6月、コールはバートザウルガウにて、 アルプス国家要塞へと逃亡中の投降官及び人狼部隊の敵発という秘密任務を帯びたイギリス将校、メイソン大尉なる身分を語って活動し始めた。しかし彼から近況を知らせるはがきを受け取ったパリ在住の元愛人の通報を受け、未ーがコールの逮捕に乗り出した。こうしてコールはパリのシェーフツケ軍刑務所に収監されたが、 1945年11月18日にはアメリカ軍人に噴し慌てることなく堂々と正面ゲートを抜けて脱獄を遂げた。1946年1月8日匿名の通報を受けたフランス警察はパリのグルネル通り沿いのバーの4階に潜伏していたコールを発見した。この際に逮捕に抵抗したことでコールは射殺された。遺体は パリの貧民墓地に埋葬された。ありがとうございます。